では続いては JPX デリバティブフォーカスのコーナーです。ゲストの方とお電話をつないでお送りします。今日のお話はマーケットエッジ代表小菅勉さんです。小菅さん、はい、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。小菅さんにはまだまだ なんて言うんでしょうかね、風雲急を告げてます。原油のお話いただこうかと思います。このところの動き、まずどんなふうに考えたらいいんでしょうか。一時130ドルという水準まで行って、はい、その後急落してまた戻してっていう、そんな繰り返しになってますが。そうですね、やはりまあ最初はまあロシアのウクライナ侵攻、外部サプライズがあったのと、その後経済制裁ですよね。経済、そうですね、あまりやっぱり急落だったもんですから、パニック買いで1回 130.5 ドル、ここまで上がったと、はい。でその後、まあちょっと落ち着いて今三角持ち合い形成ここです、うん、でこの辺は株とか金なんかもやはりちょっとパニック状態が進捗して少し落ち着いてますんで、うん、まあ、こういった動きと連動した動きかなとは思っております。三角持ち合い形成中ということですけども、はい、その教材料、ということはないんでしょうね、備蓄放出ですね。バイデン政権がかなり大規模な、かってないような備蓄放出を打ち出して、はい、IEA も、その他の国も協力を求める形でさらにプッシュするという、はい、そんな動きが先週話題になってましたが、今週はそれがより具体的な話として出てくるんじゃないかと思うんですけども、はい、この効果ったらどういうふうに考えたらいいですかね。基本的に効果は限定的かなとは思っております。あ、そうですか。で、まあ、実際これ備蓄放出もアメリカで3回目なんですね、今回のウクライナ危機に対して。ただいずれもあまり効果は得られてないんですね、で規模はやはりかなり大きいんですね。そうですよね、まあ、日量100万バレルを6ヶ月、はい、で、まあ、1億8000万バレル以上って言ってますんで、これ世界の減少比率の大体 1.8 日分ですよね。あ、そうですか。はい、はい、でおそらくロシアの供給減少のこれ3分の1ぐらいはカバーできるのかなと私推計しております。ロシアは500万バレルとかっていうことですかね。なんか そんな記事もありましたけども。そうですね、まあ、大体300万バレルぐらいのベースで。あ、そうですか。それプラマイ100万バレルぐらいだと思うんですけど、ええ、で一方で今これマーケットが求めているのは何かというと、はい、こういう備蓄放出じゃなくて脱ロシア、脱ロシア、まあ、つまりロシア産の原油がなくても国際的バランスを安定させるための働きかけを求めているんですね、でそれに対しては、はい、一行してこれ6ヶ月って長いんですけどやっぱり一時的なんですよね。ああ、そう、やっぱり効果は一時的でしかないということなんですね。そうですね、マーケットみたいな今後、まあ、来年再来年ってずっと見てるんで、その間ずっと備蓄放出続けるわけにいかないもんですから。あ、はい、その先を見るとちゃんと大丈夫なのって。うん、あ、そういうことですか。その意味では限定的、一方でそのオペックプラスが先週やっぱり会合を開いて、はい、アメリカには同調しないんだという、そんな形で順々と小幅な増産を行っていくという結論のようでしたよね。で5月に関しても、まあ、日量 43.2 万バレルということで、はい、まあ、4月も40万バレルからちょっと色つけたんですけど、ああ、まあ、事実上はほとんど対応しないです。ああ、まあ、アメリカとかまあイギリス、あと日本の岸田総理なんかも大規模な増産要請したんですけど、ええ、まあ、やはりそれに対してはもうゼロ回答と言っていいのかなとは思っております、うん、でこれサウジアラビアなんかは一応200万バレルぐらいだったらすぐ増産できるって言ってるんです、うん、でもそのカードはもう使う気がないという。でそれが、まあ、昔だったらアメリカとか要請したら多少やっぱり対応したんですけど、ええ、今サウジアラビア見てるのはやはりロシアとの関係性、まあ、ロシア苦しい時に自分が大規模な増産してロシアを苦しめるようなことはできないよという、ええ、おお、そうですか。ロシアとの関係をむしろ重視する、はい、ということですね。と、はい、OPEC プラスといって、まあ、OPEC とロシアの協調もやめるべきという議論もあるんですけど、ええ、これはもうサウジアラビアの UAE もこんな考えは全くないよと。あ、そうですか。あくまでもやっぱり対応政策はロシアと強調している、西側の対応じゃなくてロシアと強調して市場を管理していきたいんだという、うん、
結構マーケットではオペックが大規模増産してくればなんとかなるよねっていう見方あるんですけど、うん、ここ最近のやっぱり議論を見てるとおそらくオペックは全く対応してくれないんだろうなと。あ、そうですか。うん、まあ、その意味では脱ロシアというのはなかなか、実現できそうにないということですね。これそうですね、まあ、いろいろやっぱり対応を言ってるんですけど、やっぱりカードがあまりないんですね。あ、はい、まあ、一番単純なのはまあ需要抑制ですけど、まあ、それはやっぱり今の経済環境だと難しいと、うん、で増産もシェールオイル、まあ、バイデン大統領なんか愛国者あるんだったら増産してくれって言ってるんですけど、はい、これも なかなか対応してくれない。むしろやっぱり石油会社はどんどん増配とか、まあ、自社株買いのお金を増してると、で今回もオベックが対応してくれないというのも分かりましたので、まあ、その中でやっぱり備蓄をしても本当にもう苦心の策というか、これしかなかったんだろうなという。ああ、そういうことですね。国内でも、なかなか協力の動きが出てこないと。そうですね、まあ、今回あの備蓄放出と同時にやっぱりバイデン大統領が言ってるんですね、はい、ちゃんとお金があるんだから増産してくれよと、うん、ウクライナ危機で儲けてるのを間違ってないかってすごい呼びかけてるんですけど、現実問題アメリカって、まあ、石油会社は国営じゃないもんですから、うんうんうん、国の命令で動かすことはできないんですね、これがどうも今のところだとあまり増産してくれそうもない。くれそうもない、はい、もしできてもやっぱり数ヶ月後という議論になるのかなと、で実際にこれアメリカの石油リグの稼働数なんか見ても、まあ、増えてはいるんですけど全然ペース変わってないんですよね。ウクライナ危機前とウクライナ危機後で、特別になんかたくさ なんか採掘をしてるって兆候が全くないものですから、やはりこの状況だともう切れるカードがだいぶなくなってきたなと。イランはどうですか。そうですね、本当はイラン核合意が最初なんか2月に合意とか言ったんです、これロシアが介入してきていてちょっと議論がもう詰まっちゃってるんです、だからロシアはイランと自分の国の取引を認めてくれて、それを抜け道としたいという、でそれはやっぱり欧米とか認められないもんですから、そうするとなかなかそこはなんか核イラン核合意でイランスター原油の復帰というのが難しいんです。で数少ないカードがベネズエラなんです。ベネズエラ、はい、ベネズエラに対してこれはアメリカがほぼ単独でやってますんで、この経済制裁解除すればベネズエラさん出てくるって、でただもしウクライナ危機でこれまで制裁してたベネズエラの制裁緩和していいのって、やはりこれはアメリカの議会の中でもすごい議論があります、はい、議会の中でも割れてる。そうですね、もともとやっぱり独裁政権を創設するために制裁したのに、そんな原油価格のためにあっさり覆していいのという。そうですよね、筋論から言うとおかしいというところですよね、はい、そうするとあまり 手はない、カードを切るカードがないという状況ですか。そうですね、ただ一番やっぱり軸なのはシェールオイルと、まあ、オペックの増産、はい、それであとは、まあ、ブラジルとかカナダとか、まあ、この辺小規模増産まとめていけばなんとか対応できるんじゃないのかって言われたんですけど、現実問題としてまあ、今回のオペック総会でも分かりましたように、オペックは対応してくれない、でシェールオイルも、まあ、アメリカの大統領がちょっと、まあ、苦情を言うぐらいになかなかペースが遅い、でイラン・ベネズエラの制裁は難しいと、一応まあカナダとかブラジルは増産するって言ったんですけど、はい、各地のロシア産の分を全部カバーするのはかなりきついんだろうなと。あ、そうですか、そして、WTI の先物 のスプレッド分析なさってますね。そうですね、これ特に、まあ、太い青がこれ1番切りと2番切りなんですけど、やはりこれがちょっと異常な水準がずっと保ってる。高いですね、はい、はい、でこの辺はやはり、まあ、現物がだいぶ足りなくなってきてるんだろうなと思って、まあ、これがやっぱり落ち着くと、まあ、減速も落ち着くんですけど、今のところむしろやっぱり基軸の方がどんどんこれからちゃんと供給足りるのかどうか、不安視してるのが伺われます、まあ、不安心理というかリスク警戒感強いんですね。はい、わかりました。さらに、これは現物の 在庫水準。そうですね、まあ、本当は今の時期って在庫増えやすい時期なんですね。そうですね、まあ、冬の需要期が終わって製造がメンテナンス入りますので、積み増しが始まってるべき、はい、状況なんですね。去年なんか見てもそうですね、でも今年はなんか全然増えてないです、これ一応、ね、まあ、ロシア産の原油と石油製品の禁輸をしたんですね、アメリカは、でロシアって結構ディーゼルの供給が多いものですから、これがアメリカ国内に足りなくなってちょっと製油所を動かさないとダメだろうなと。
うん、本当だからメンテナンスで需要が落ちてだいぶ増えるんですけど、今年ちょっとそれができない状況が続いてる。それだけ逼迫してるんですね。そうですね、やはり、まあ、だってロシアっていろいろなんか思いがけないコーナーが出てくるんだなって。ああ、そうですか、うん、分かりました。それで、まあ、最後のところで整理をお願いしましょうか。まあ、結局やっぱりロシア産の供給がどうしても落ち込みますんで、まあ、これをカバーできるかどうかっていうのをずっと議論してるんですけど、なかなかその見通しが多分立たないんだろうなって。はい、でそうすると、まあ、大体供給確保できないんですから、まあ、備蓄をしかないんですけど、まあ、これはあくまでも時間稼ぎ、これをやってる間にちゃんと増産しないとダメなんですけど、それがやっぱり見えてこないとこのまま高止まりしてしまうのかなと思ってます。まあ、そうですか、取引のルーブル建てを求めているとかって、そこら辺のところはどうなんでしょうか。これ今天然ガスから始まってるんですけど、ロシアの大統領府はもうこれ原油もやるし農産物もやるし原油の方も、警告してますよね。でそうするとやっぱりロシアは今度逆に出してこないっていうリスクもだんだん高まってきます。そういうことなんですよね、出さない。そうですね、だからこれから天然ガスどうなるのかって結構重要な論点になってます。これがもし出てこないと本当に原油も同じようなことになりますし、例えば小麦なんかも同じパターンになる可能性があります。ロシアのラブロフ外相がインドに行って必要ならば供給するから話が乗りますよというような、そんな外交をやってたようなんですけれども、取るところはあるんじゃないんでしょうか、中国も含めて。中国とインドはやっぱり回転になると思うんですけど。あ、そうですか。この辺はロジスティックでどうなるかというのが結構疑問視されてるんです。ああ、ロジの問題があるんですね。結局、まあ、パイプラインがつながってないですし、やっぱりタンカーを用意してしまいダメなんで、そこれを急に動かすことができるかというと、なかなかやっぱり時間かかるのかなと思います。わかりました。小菅さん、どうもお忙しいところ貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一旦コマーシャルです。